モロフは、ロシアサラトフ出身の同国代表サッカー選手。FC ロコモティフモスクワ所属。ポジションは FW。2006年から、サトルン・ラメンス公園へのユースチームに所属し、2007年に FC リナもモスクワに移籍し、FC ルチエネルギア・ウラジオス特選でデビューを果たした。2010年7月に、フェーノールトに1年間のレンタル移籍し、8月8日、 FC、ユトレヒト戦でエールディビジデビューを果たした。以降もコンスタントに出場機会が与えられたが、わずか1得点しか上げられず、予定より、半年早くディナモモスクワに復帰したが、ディナモではレギュラーを確保できなかった。2012年7月10日、FC アンジマ8から2012から13シーズン、終わりまでの契約で、レンタル移籍をした。 2014年1月29日、再びアンジマチからへの期限付き移籍が発表された。2014から15シーズンは FC ウラルスベルドロフスクをブラストにレンタルで加入することが決定した。2015年6月2日、FC クラスのダールに4年契約で移籍。2016年4月10日のフルスエカテリンブルク、戦では4ゴールを決め6から0の勝利に貢献した。 2015から16シーズンのロシアサッカープレミアリーグでは20得点を決め得点王を獲得。ロシア人の得点王獲得は2007年シーズンのロマン・パブリュチェンコ、ロマン・アダモフ以来8シーズンぶりとなった。2016から17シーズンも18ゴールを挙げる活躍を見せ2シーズン連続で得点王に輝いた。 2017から18シーズンは序盤に怪我で出遅れた影響で3年連続得点王を逃すも最終的に14ゴールを記録した2018年8月9日 FC ロコモティフモスクワに2022年までの4年契約で移籍移籍金は900万ユーロ2020年1月30日2019から20 シーズン終了までセルタで b 後にレンタル移籍した。U-21 ロシア代表では中心選手としてプレー。2012年11月にロシア A 代表に初招集され、11月14日のアメリカとの親善試合で代表デビュー。代表初得点となる先制点を挙げた。自国開催となった FIFA フフコンフェデレーションズカップ二千十2017のニュージーランド戦では、 追加点となる得点を挙げにから例の勝利に貢献したが、続くポルトガル・メキシコ戦では敗北を喫し、グループリーグ敗退。敗退が決まった瞬間人一倍涙した。自国開催となった 2018FIFA ワールドカップでは、アラン・ジャゴエフに代わり背番号10を背負い全試合に出場。得点こそなかったものの、チームのベスト8進出に貢献した。 ありがとうございます。